こんにちは。今日はまたちょっと資格の話をしてみようかなと思います。先週の土日ですかね、講習に行ってきまして、こちらですね、あのガス溶接の資格をちょっとね取ってみました。まあ、溶接溶断の作業の安全ということで、まあ、テキストがねこんな感じあるんですけれども、まああの刈谷にね、まあ教習所がありまして、そこでね、あの土日で取れるってことだったんで、ちょっと休みをね使って、まあ土日ちょっと久しぶりに土日休みだったんで、取ってこようかなってことでインターネットでね応募して、一応取ってきました。はい、一応ね資格証がまあこういう感じで、まあ住友系のね、資格になりますね。以前ねフォークリフトは、なんだヤマトスタッフサフライっていう、まあ、ヤマト運輸のね、講習所で取ったりだとか、あと、クレーンと玉掛けはね、まあ、あの時神奈川だったんですけど、神奈川のあの、小松のね、教習所で取ったんですけれども、やっぱね、住友になるとね、またちょっと色が違うんですよね。ヤマトは緑、小松は青だったんですけど、これ住友はまた、なんですかね、黄緑みたいな、薄い色で、まあ、ガスの溶接ですね。試験を、受けてきました。まあ、結構面白かったですね。私、あの、仕事でね、まあ、全然関係ないんで、まあ、一応ね、今の仕事は営業になるんで、こういうね、ガスの溶接とかっていうのはね、知らないんですけど、全然仕事でも使わないですし、見たこともないし、やったこともなかったんですけど、なんかちょっと気になったんですよね。あの、よくこう工場とかで、なんかバチバチバチって、こう火花散らしながらやったりするのあるじゃないですか。まあ、あれ実際あれは、あの、アーク溶接だったんですけど、ただガス溶接はまた、まあ、同じように火花に散らしながら、まあ、まあ、鉄ですよね。主に。鉄を、まあ、切断したり、まあ、くっつけたりっていう、そういう機会になるんですけれども。まあ、土日だったんで、まあ、2日間ですね。初日が8時15分から5時半ぐらいだったかな。まあ、もう覚えてないですけど、そんぐらいで。で、2日目が8時半から、5時10分とか15分とか。もうね、あんまり、まあまあもう興味ないことはすぐ忘れちゃうんですけど、まあそんな感じでですね、やってました。初日は、基本的には筆記で、で、午前中にまた筆記の続きやって、で、テストやるっていう、ところで、でテストで、まあ、何割だったかな ?6 割だったかな ?6 割取れなかった人は、まあ追試ってことで、まあ私の時はね、あの、誰もいなかったですね。みんな基本的になんか 70% 以上取ってたって言ってたんで、まあ、よかったのかなと。思います。しっかりと講習を聞いてね、ここテストに出るよっていうところをね、ちゃんとね、勉強っていうか、まあ、テスト前に見直せば全然問題ないかなと思います。で、2日目の午後から実技になりました。やっぱ実技がね、個人的には一番面白かったかなと思います。まあ、私はやっぱこういう、なんつうのかな、ガス溶接溶断っていうのやったことなくて、実技試験は、あの、まあ、鉄板が1枚6ミリのね、厚さ6ミリの鉄板があって、そこをビーって横に切断するっていう、そう、ガス溶接溶断のその機械を使って2回切ってプレートを1枚自分の作るっていう、なんかそういう、要は2回切断作業を行うっていう、そういうあの実技試験になりました。で、要は切れなかったらやり直しみたいな、切れるまで終われないみたいな、あの2回連続で切れるまで終われないっていう、まあ結局2回連続切れなかった人はいなかったんだけど、でなんか周りの人たちはやっぱりみんな、なんだろうな、建築関係の、おそらく建築関係の仕事をしてる人たちが多くて、みんなきっと慣れてんだろうなと思ってたんだけど、実際、そうではなかったですね。まあ一部やっぱり、ね、あの、上手い人っていうか、もう慣れてる人もいたんですけど、ほとんどの人がもう初心者というか、もう初心者もいいとこの、まあ私とほとんども大して変わんないぐらいの、全然変わんないレベルの人だったんで、そこはなんか、全然、ガス溶接やったこともない私からしてみればちょっと安心してやれたかなと思います。で、またね、その実技もなんか2グループに分かれたんですよ。で、ちょうど私がその2グループ目の先頭だったから手取り足取り教えてもらえたっていうのも多分それもあったと思うんですけど、なんですごいやりやすかったというか、で実技もやったことないからさ、そんなね、余熱酸素出して切断酸素出して、なんかビームサーベルみたいな炎がブワーって出て、それを鉄にこう当てて温めながらブワーって切っていく。で、火花がブワーって散りながらっていう。なかなかそういうこう経験がないんで、なかなかね、もうすごい面白かったですね。実技もね、結局まあまあ人がいたんで、何回かな、4回か5回ぐらいしか練習できなかったんですけど、だけどもう本当に楽しかったですね。なんか、初めて火打ち石見ましたね。ガスを出して、で、やっぱ火花がなんか着火点がないと、要は、
火が出ないから火打ち石でカチッカチッカチッつってなんか火打ち石みたいなのを打つんですけど、それでブワッて火がブワーって出たり、うわーみたいななかなかねそういう機会がなかったんで、非常に面白かったと思いますね。で、費用としてはね、いくらだったかな、1万5千円ぐらい、2日間1万5千円で遊んできたみたいな、なんかそんな感じになります。で、かつね、まあ、こんな感じでね、まあ、資格証ももらえたということで、有意義っちゃ有意義な土日を過ごせたんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、まあ、またね、私の資格リストが一つ増えたということなんで、まあ、今47個目だったと思うんですけれども、まあ、なんとか今年ね、なんとか月に1個ぐらい取ってって、最低でも50個は取りたいなっていうのは思ってるんで、まあ、なんとか、はい、50個目まであと3つか頑張って取ってみようかなと思います。はい、なんでね、まあ、もし今後そのガス溶接のね、まあ、資格取ろうかなっていう人、もう全然ね、やったことない人でももう全然大丈夫です。もう周りの人たちはね、もう完全にもう建築関係の人たちばっかりで不安になることもあるんですけれども、実際ね、実技になったらね、全然切れてない人とかもね、いたりしたんで、全然そこは不安がらなくてもいいと思います。ちゃんとね、教官に分かんないことを教えてくださいって言ったら、ちゃんとその切断のやり方とかも教えてくれるんで、なんかこうもっと火出せとか、もっと余熱酸素出せとか、もっと切断酸素もっと出してとか言って、でこうガーってこう切断していくんだけど、遅いとかって言われながら、もっと早く動けとかって、あーっつってこうやってやって、まあ1回やればね、まあ2回目は何も言われなくてもできるようになるんで、全然ね、そこは不安になる必要はないんじゃないかなと、思います。はい、ということでね、まあぜひ、まあ建築関係の人たちもね、こういう資格取る機会があると思いますし、全然関係ない人でもね、まあ全然取ってもいい資格なんじゃないかなと、思います。はい、ということでね、本日の動画は以上になります。またこれでとりあえず47個目ということで、はい、また頑張っていこうかなと思います。それじゃあ、バイバイ。